はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヴィーナスイレブンビビットをやっていきたいと思います。さて、なんかすごい、あ、ビキニアーマーですよね。なんだろう、ビキニではないか。サッカーゲームに、サッカーゲームとは思えない、なんかオープニングの絵ですね。さあ、いいですね。523は超守備陣繁栄か。遠征ですね。さあ、受け取りましょう。レンタルポイントって何だったっけ？スカウトを見てみますか。もうちょっとなんですけどね、10回スカウトも。さあ、このファンタジスタスカウトを使ってみましょう。なんかいいのが出てくるのかな。さあ、お、なんか字体がなんか一昔前っぽいですね。飛び込め。誰？お、出てきた。点灯した。星4の逆子にゲートピーパーレベル5を獲得ですね。さあ、戻りましょう。フレンドスカウトもある。10回スカウトができますね、こちらも。星1なのでちょっと辛いかな。さあ、シナリオを見てみましょう。シェリーさん、嬉しいですね。いや、もはや遅い。困ったわね。入れて。まあ、なかなかないシーンですよね。ありえんやろっていう感じです。
さて、イベントをやってますね。でも今日は9月30日なんですけど、今日までなんですよね。おや、先生、お、ちょっと右はありえんやろ。おや、殺し合う？なんかパロディ多いですよね。巨乳のこれか、なんて言うんだろう。ゲームちょっとな、おや、ポケモンショック。おいおいおい、異世界転生かな。技をひらがながいいですよね。さて、本日だけなので、これポジションどこだろう。ポジションはまあ守備型、守備の選手って考えていいですよね。この選手と入れ替えましょう。もちろんポイント重視でいきます。いいパス。きつぶすい。決まった。ドリブル決まった。さあエミリーへ。しかしここではシュートを打たない。サイドエミリーへ、正面だ。アメリカンシュートを打つ。抜けた。前半25分、先取点です。エミリー抜けられた。ルーミンも抜け合えた。なんか今一瞬映ったけど、兄弟かな。つながった。もう一点欲しいけどな、できれば。アーチェのスタミナすごいな。これで終わりそう。前半パスを渡った途端に、さあスタミナ値を見てみましょう。みんなそんなに減ってないですよね。アーチをまだ戦える。後半戦いきましょう。もうなかなか勢いある。おっと、なんだこれ、バイク。ドン。
さあ一気に前進。すごい持っていき方。アーチ。さあルミに渡った。ルミストライクだ。はい、シュート。2点目。おっと、異世界、本当に異世界転生もの。ゲームマスター？よし。知事になったダンスの全然サッカーと関係ないような。さあダンジョンへ。いや、なんか不幸属性が現れそう。おとなしい子、いいですね。ヤドカリ。ヤドカリってのはなんかあれですね。あー残念、ポイント欲しかったな。イベントポイントは600ポイント獲得。トゥーハート2っていうのもあるみたいですね。なんだろうこれ。ちょ、お金はかかります。なんか、ね、値札がありますね。イベントの続きをやっていきましょう。イベントトゥーハートゥービーナス2ダンジョントラベラーズ。トゥーハートと呼んでしまいそうになった。いいでしょう。これもポイント重視かな。もうさき小町ですね。今度はですね、攻撃タイプ。ルミは花だから、入れ替えましょう。その選手。さあ再び得点重視。
バスは通った。さ、結構無理をしてるような感じ。スタミナ消耗してますね。パスばっかりやってますが。誰パスする？まだだ。さあ、ルミに渡って、速攻ルミストライク。前半です。結構疲れてますよね。スタミナが使い切っちゃいましたね。早速、変えてみましょうか。この辺も疲れてる。ミッドフィルダー。難しいですね。変えてみますか。抜け開いた。結構強い。ここで。ワンツー決めてばっかりですよね。ちょっとゴール前まで行ったよ。誰にパスした？ちょっと後ろへ。誰だ？フェデイか。終わった。試合終わっちゃった。アイドル研究会。チーム。お、まだ4日さ、ストーリーが結構長いな。おや？どういうこと？かける4。なかなかですね。650ということで。
さあ、初級さん行ってみましょう。ミラさんをですね。さん、ゴールキーパーですか。じゃこれで行きましょう。さあ、試合開始。チャンス。さあ、今25分、いつ決めるか。まだパスを続けている。さあ、ゴール前まで行った。3人超えた。さあ、アメリカンシュートを打つ。先取点です。これ前半はあるでしょうね。だいぶスタミナが落ちてるな。後半戦ですね。なんだ？メロン。さあ、攻められてるよ。打ちこなスナイディング。さあ、一気に上がっていく。ちょっと奥田光スタミナがない。変えましょう。といっても変える人間が。あ、とか言ったらもうゴール近いんだ。さあ、ルーミーへ。ルーミーストライクだ。誘拐か。でかい。主人公かと思った。
なんだろう。え、ジュ先生、テンション、パワーアップ、なんか服を着てる。ダメージ平がになってる。さてもサビが MGP。いやあ、身を取るか。ポイントアップサービス。かける3ですね。イベントポイントは600加工です。まあできるかな。なるほど、これを使って回復させるのか。フォーメーションを変えられるんですよね。さ、一部で挙げた通り。343で行こう。ユニタさん、本当に？どさ、行き倒れか。ちょっと不謹慎。
僕もありますね。ヴィーナスハート、さらに受け取ります。僕もありますね。フレンドがいないのか。通常リーグをプレイできないのか。エキシビジョン。お、赤組が勝利。さあ、このようになってますね。ダ、トゥービーナス2、ダンジョントラベラーズ。ポイント召喚、ミラノ泉。ポイント召喚、ポイント交換っていうのがありますね。ミラノ泉へ行く。すると、今、2150ポイント持ってるんで、まあ、これらのものをゲットできる。となっております。設定なんてあるんだ。さあ、お、なんか星が出てますね。祈ってます。すると、ああ、マフィンとか確保できたけど、残念ながらまだ足りないってことですよね。はい。というわけで、短いですけど、ここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。